はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールです。第3のビールですね。ん？これ第3だ。第3だな。あれ？これ、ちょっとさっき、いろいろと問題がありまして。まあいいや。富良野の秋。です。幻のホップかける長期熟成。アルコール度数 5%。札幌です。限定醸造です。幻のホップ今しか飲めない幻の美味しさ体験。世界でたった1軒の生産者により、上富良野で栽培されている幻のホップの品種、富良野ベータを使用。さらにじっくりと熟成、今しか飲めないまろやかリッチな美味しさです。富良野ってどこにあるのか全然わかんないんだけど、もうそれでいいでしょうか。個人的にどこにあるのか理解できてないんで、はあ、そうですか、としか言えないんですよね。でですね、こちら、スピーカーなんですけど、ちょっと買ってみたんですよ。Amazon で、まあ、一番人気があるスピーカーと、あと、この USB の、マイクじゃねえや、マウス。なんだっけ。これ、ほら、あれだよ。ワイヤレスマイクだよ。マイクじゃねえ、マウス。買ってみました。ワイヤレスマウスはいいんですけど、このスピーカーがね、まあ、ロジクールのやつなんですけど、まあいいはいいんですけど、むしろ良すぎてちょっと値段1000円ぐらいなんですけど、なんかあまりにも、細かい音が聞こえすぎる。なんか生放送とかで、ちょっと、なんていうか、あまりにもクリアすぎて、その、リアリティの、感あふれる、その、音声が聞こえてくる。なんていうかさ、生活音的なのとか、なんかこう、ね。声以外の、なんか、吐息とかのあれが聞こえてくる。それでは乾杯。はい。今回のつまみ、枝豆クラッチ。枝豆クラッチ。期間限定。あ、これ結構いいじゃん。フラノ、なんたらかんたら。フラノの秋。うん、ああ。これ枝豆っつうか。なんだろう、この。ん？なんだ？まあいいや。豆だ。豆。なんだろう。硬い豆を食った。硬いっていうか、皮付きのさ、豆あるかな？なんか食ったことある人いるかな？つまみとかのさ、皮付きのなんていうんだっけな、あれな。忘れた。うん。結構皮がカリカリしてる揚げナッツみたいな。揚げ。あ、でもこれうめえぞ。え、ちょっと待った。これうまいんだけど。ん？これ第3のビール。
え、これ超うめえんだけど。びっくりした。やば。これどこで買ったんだっけ？ああ、スーパーで買ったんだ。そこら辺。え、これ超うめえんだけど。コクが非常にあって。美味しい。苦味はあんまりないですけど。うん、苦味はないけど、その分甘さがあって、コクと甘さがあって柔らかな味わいに。富良野の秋。札幌、え、これうめえ。これ第3のビールかよ。確かこれ110円で買ったんだけど。めちゃくちゃ美味しいぞ。これうまっ。当社発泡酒に比べ熟成期間を3割長くしていますと。発売日が8月の21日。今日25日だから。うん。らしいですね。これ。待って、これ第3のビールか。リキュール発泡性だから第3のビール。え、すっげえうめえんだけど。うっそ。目を疑うほどのうまさ。普通にこういう、生ビールありますよ。こういう味の。やべえ。今まで飲んできた中の第3のビールで多分下手すると一番ビールに近いかもしれない。前キリンのなんだっけ、スミキリかがうまいって話をしたけど、あれよか、美味しい。美味しいっていうか、いや、本当にビールじゃね？これ。え、やべえな、これ。いや、めちゃくちゃうめえんだけど。こんなこと言ってるけど、本当に美味しいじゃん、これ。でですね。まぁ、ちょっと、あまりにうまいのもいいんですけど、これがね、この、スピーカーの、音がパなくてですね、ものすごいんですよ。これ1000円で買ったんだけどさ。いや、また、ものすごくないわ、別に。別にものすごくはないんだけど、なんかそこまで言いすぎるとあれだなっていう。結局、まあ、いいんだけど、ヘッドホンで聞いた方がいいなっていう。というかデスクトップの、このさ、このソーテックのね、これに一応スピーカーがついてるから、ね。果たしているのかという、無駄なね、
ものを買ってしまった。という感は否めないんですけど。まあ、正直、ノートパソコンだったらいいですよ。確かに。まあ、俺の弟のノートパソコンでこれ使ってたけど。このスピーカー。ノートパソコンは別にいいんだけど。なあ。デスクトップだと邪魔くせえよね。ぶっちゃけ。うん。これもうまい。枝豆クラッツ。あ、これなんだっけ？違うわ。間違えた。あれだ、枝豆っていうか、グリーンピースの揚げたグリーンピースにすげえ似てる。グリーンピースのさ、揚げたさ、つまみみたいなのあんじゃん。豆の、つまみとかね。あれ多分グリーンピースだと思うんだけど。あれにすげえ味が似てる。硬さもそうだし。結構、かなり硬いです、これ。うん。非常にそれに似てる。うまい。うん。で、驚くほどこれがうまい。普通に言ってるけど、これはやばいぞ。第3のビールで、多分今までで、本気で言うと一番うまいかもしれない。冷静に考えて。俺がだって、第3のビールで一番うまかったのって今までだと、これちょっとうますぎないか。これすごいぞ。この甘さといい、このコクといい、香りといい。待て待て、うますぎてもう飲みかけ、もう飲んじゃうんだけど。やば。やば。まさかのここまでうまいとは。思ってなかった。どうせ限定醸造とか言って、ああ、はいはい、的な、感じで、ああ、はいはい、いつもの限定醸造ね、はいはい、っていう感じで、買ったんですけど、よくよく考えてみると、実は限定醸造って、第3のビールだと、わりかし、珍しい、のかな。一般的にほら、コンビニで売られてるやつって大概限定醸造とかで、普通のビールとか。生ビールはですよ。ただ第三のビールで限定醸造ってなかなか、まあなくもないのか。いや、これは限定醸造にした方がいいですよ。うん。これ、このクオリティでずっと出し続けてたら確実に赤字です、これ。これはうますぎる。絶対赤字だ、これ。これ売れば売るほど赤字のパターンだな。確実に。断言しよう。これは絶対に、通年販売はできないだろう。絶対無理だな。まあこんな幻のなんたらかんたらとかもうそんな知ったことじゃないけど、富良野がどこかも知らんし、北海道かな富良野って、なんかそれっぽいよね。世界でたった一軒の生産者により上富良野、上富良野かなで栽培されている幻のホップの品種、フラノベータを使用だって。
これちょっとマジでやべえぞ。やべえな。いや、本気でね、言うと、これほどまでのレベルが、第3のビールがね、これ一応言っときますけど、原材料発泡酒、カッコ、麦芽ホップ、大麦、と、スピリッツ、カッコ、大麦、って書いてありますね。これもほどまでのうまさの、第3のビールをですね、もう普通に販売してたらですよ。もうビールの価値なくなりますよ。確実に生ビールのね。これはやばいですよ。あまりにも。あまりにもうますぎる、ちょっと。これやばいな。やばいぞ。もう第3のビール通り越してる。もはや。やっべえなー、こんなにうまいのに。なんか、言葉足らずで、あれなんだけど。うまふじきやべえな。うまふじきやべえのに、ここまでこう、言葉が、視聴者に伝わらないっていうか、言葉が、もう、粉み感しか出てこねえ。マジで。うまい。とにかくうまいね。うん。これやべえな。これやべえぞ、マジで。俺の中でちょっと、やばい波が徐々に溢れてきた。裏の秋。もう秋って書いてある時点でもう秋限定ですよね。少なくとも。少なくとも来年発売するとしても秋限定ですよね。これちょっとどっか会えると。感想ねえか、感想。誰か。誰かブログとかで書いてる人いねえか。いた。紹介します。紹介はしませんけど。に何の感想もなしかい。もう感想書いてねえし。このブログ。ダメだ。飲んでるのかすら怪しい。ひどいな。せめて飲んで感想言えよ。ありましたね。あ、見本館。見本の館のあれですね。俺こういうのもらったことないんだけど、どこでもらうのこれって。見本のやつって。わかんねえな。ちょっと濃いめの色をしたこのビールは結構コクがあって、新ジャンルとしてはいい出来じゃないでしょうか。だって。だそうですよ。全く俺とかけ離れた、俺よかさらに粉み感の、ね、いい感じじゃないでしょうかっていう感じのコメントですけども、はい。そういうもんなのかな、やっぱりな。人それぞれって感じなんですかね。日本館とかどこでもらうんだろう。普通にもらいたいんだけど、こういうの。まあ、少なくとも、そこいらの第三のビールにはもう太刀打ちできないですね、これは。うん、確実に。もう飲み終わっちゃったんですけど。また今度買ってこよう。今度じゃねえや。やべえぞ。てか、俺、もう財布1000円しかねえんだけど。入ったな。やべえな。もう、あれなんだけど。もうちょっとで給料日なんだけど、給料日、あと3日ぐらいで給料日なんですけど。ああ、参ったな。金1000円ぐらいしかね。
今日4000円ぐらい酒に使ったんです。今日4000円。4000円金に使った、酒に使ったんですよ。で、その4000円っていうのがですね、一本、俺が多分一番、今までで金を、一番高い酒です。おそらく。3000円の酒買いました。3000円の、お酒。お酒っていうほどお酒じゃない、スピリッツですね。アルコール度数 55%。あと1000円ぐらいの、1000円ちょいか。1500円ぐらいかな。の、ジンですね。を買いました。はい。ということで、まあ、飲んでいきたいと思いますけど、また紹介しますが。楽しみにしててください。まあ、楽しみにしててっつっても、もう同時になんかあげたりするからな、俺な。両つですっげえあげやすいんだよ、動画。もう、ドラッグ&ドロップでパパパパーってあげられるんだよ。だから、同時にあげたりするんですよね。同時に2、3本とか、3、4本とか、5本ぐらいあげ、同時にあげたりするでしょ、俺。すっげえ楽ですよ。いかにニコニコがクソかわかる。本気で。一本一本上げてくる。もうポポポポーって、こう、ドラッグ&ドロップでピピピーってやって、あと待つだけ。あとほっといて、みたいな。で、あとでまとめて、こう、ページの、感想とかっていうか、星つけりゃいいだけだから。すげえ簡単。ということで、これはもう文句なしの5つ星でしょ。ね。5。これやばいですよ、正直。なんだっけ、田村正和が、言ってましたけど、ビールと間違えるほどのうまさとかなんか、ほら、言っとったじゃん、金麦で。金麦だっけ、あれ。違う。麦とホップか。あれ、桁違いです。ぶっちゃけた話、麦とホップなんて、俺から言わせても、全然ビールとはかけ離れてます。ですが、これはもう、非常に近い、ビールに。もう、いわゆる、ビールが10だとすると、これ8か9ぐらいいってる。ビールのうまさが10だとすると、9か8ぐらいだな。まあ、少なく見積もっても8はいってるな。確実に。ちなみに、麦とホップは、5から4ぐらいです。あれはね、何を言っとるんだという感じです。いかにこれがうまいかわかる。ちょっとこれやばいですね。うん、まあ、札幌さん、ね、まあ、絶対これは数年販売してはダメなパターンですよ。これは。絶対。まあ、数年販売したとしても確実に現時点のうまさよか、どんどんまずくなっていくと思いますけど、ね、絶対。うん。どんどんその、パフォーマンスがどんどん落ちていくと思います。それでは、まあ、これはちょっと、あれだな。個人的に結構びっくり。ここまでうまい、第3のビールがあるとは、ちょっと思ってなかったです。正直。ということで、ご視聴ありがとうございました。